いわ、ルグラン爺さん。手配マジは全部片付けたぞ。おお、ご苦労じゃったな。どれ、では先に今回の報酬を渡しておくか。うん、かなり凶暴だったらしいが、問題なく退治できたようじゃな。それなんだけど、ちょっと気になることがあってね。ん？気になることじゃと？ああ、実はな。ごきげんよう、ヤハトさん。おお、市長じゃないかね。教会に礼拝に行くのかね。いえ、マーケットの視察に行くつもりですの。礼拝はその後するつもりですわ。お嬢様、先日もそんなことをおっしゃいながら結局お行きになりませんでしたが。もうリラったらつまらないことを覚えてるわね。今日は絶対に寄りますわよ。ふわふわ、仕事も結構じゃが、日々の生活も大切にすることじゃ。あんたみたいに責任のある立場にいる人間ならば特にな。ええ、肝に銘じておきます。それでは私たちはこれで失礼いたしますわ。失礼します。お父上が亡くなった後、すぐに市長に立候補した時はどうなるかと思ったが、今ではすっかり一人前の市長の顔になったの。もう少し肩の力を抜いた方がいいとは思うが。なんじゃあれは。魔獣が怯えてたり、やたらと暴れておったか。なんとも気になる話だの。うん、なんだか不気味よね。そういえばアガット、前にもボース地方で同じようなことがあったとか言ってたよね。ん？そうなのか？ああ、まあな。爺さんがボースに来る前の話さ。あれ？ルグラン爺さんって前からここにいるんじゃないの？わしがこの町に来たのは100日戦役が終わった後じゃよ。かつてリベールの遊撃士協会はグランセルにしかなくてな、各地方に支部が作られたのは戦争が終わってからなんじゃ。ちなみにわしは10年前まではオート支部の受付をしてたんじゃよ。へー、そうだったんだ。その100日戦役の直前だ。魔獣の様子がやたらとおかしかったっていうのはな。え？なんじゃと？なんじゃ！なに今の？外だ。確かめるぞ。こいつは竜か？はい、古代竜です。昔からリベールのどこかに生息していると伝えられていましたが。いやはや、たまげたね。まさかこいつも結社の仕業か。ま、否定はすまい。てめえは！特務部隊隊長、
ロランスベルガー少尉それはただの偽名だ。執行者ナンバー2、検定レオンハルト、以後そう呼ぶといいだろう。検定レオンハルト。なるほど、レオンハルトか。するとレーベというのは君の愛称だったわけだね。あ、なんですって。あなたがレーベ。いささか不本意だが、仲間内でそう呼ぶ者は多いな。ま、お前たちも好きなように呼ぶがいい。舐めやがって。街を焼くつもり？やれやれ、手間をかけさせてくれる。待てやこら。今回の実験は少しばかり変則的だな。正直お前たちの手に負える事件ではない。王国軍にでも任せておとなしくしておくのだな。やろう、待ちやがれ。どうしよう、このままだと逃がしちゃう。俺はこれからあのデカブツを追跡する。お前らは軍が来るまで被害状況の確認をしてろや。え、アガット、後でまた連絡する。アガットさん、ちょっと君たち、いいところにいてくれた。頼む、手を貸してくれ。瓦礫の下敷きになった人や逃げ遅れた人がいるんだ。何？あ、ハンデスって ひどい。まずは役割分担を決めなくちゃ。シェルネ、クローゼとティータと一緒に逃げ遅れてる人たちを誘導して。ええ、分かったわ。姫様、ティータちゃん、西口の方に向かうわよ。はい、わかりました。ジンさん、オリビエ、私たちは瓦礫の撤去を手伝いましょう。おう了解だ。お願い、返事をしてちょうだい。ダメだ、僕たちだけの力じゃ。メイベル市長。君たちはステルさん、手伝いに来たわ。誰か下にいるのね。リラが私をかばってこの瓦礫の下に。このくらいだったら一人で持ち上げられるだろう。ちょいとそこから離れてくれ。頼みます。生きてるぞ。リラ、オリビエ、リラさんを運ぶのを手伝って任せておきたまえ。とりあえずみんなご苦労じゃったの。ハーケン門の王国軍部隊がすぐに駆けつけるそうじゃ。
ボースマーケットの管理はそちらに任せるといいじゃろ。うん。でもまさか、あんな化け物を持ち出してくるなんて。しかも、あのロランス少尉が。執行者ナンバー2、検定レオン・ハルト。通称レーベか。とうとう正体が明らかになったということだね。グランセル城で会った時は、このような非道なことをする人には思えませんでしたが。ふん。あの、ルグラおじいさん、アガットさんから、まだ連絡はありませんか？残念ながらの、あの鉄砲玉め、一体何をしておるのじゃ。あ、ひょっとして。こちら遊撃士協会ボス支部じゃが。おお、あんたか。一体どうしたんじゃ。なんじゃと。どうしたのかな。ただごとじゃない雰囲気ね。了解した。すぐに他の連中を送ろう。気をしっかりな。ラベンヌ村のライゼン村長からの連絡じゃ。先ほどあの竜がラベンヌ村を襲ったらしい。何ですって。竜は果樹園を焼き払ってからすぐに飛び去ったらしい。その直後アガットが現れて消火活動を手伝ったそうじゃが。分かった、私たちも行ってみるわ。お姉ちゃん、私も連れて行って。空飛ぶ竜が相手だったら動力砲が役に立つと思うし、それにうん、わかった。でも無茶をしたらダメだからね。